皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。先日ですね、体重移動についての動画をアップさせていただいたんですけども、それについて視聴者の方からこんなコメントをいただきました。丁寧な解説でよくわかります。いつもミドルに打たれた時、詰まって無理やり打って失敗していたので、すごく参考になりました。ありがとうございました。これと付随して、フォア前のフリックする時の足の体重移動も教えてください。公民館の先生は左足軸で左足を前にして打ちなさい、パンとねって言われます。クラブの先生は必ず右足を台の中に入れて打ちなさいと言われます。どちらの足が前でもいいのですが、打つ足は右足か左足体重か両足体重、またどんな体型で打つのかわからなくてなりました。どちらの足にも軸がなくなり打てません。別ページに近い内容がありましたら合わせて教えてくださいというコメントをいただきました。ありがとうございます。まあ、これもよくありがちなパターンなんですけども、フォアハンドを普通に打つ時っていうのはやや左足を前にして私も打っていくんですけどもね、フォア打ちをやるときに左足を前に出しているから、突っつきをやるときにも左足を出したままでこうフォアの突っつきをしなさいって教えていたりとか、フォア前のボールに対しても左足前で打ちなさいとかって教えちゃってる人がいるんですね。フォアをやるときは必ず左足を前にしてフォア打ちも突っつきもフォア前もやりなさいって教えちゃってる人がいるんですけども、結論を言えばですね、これは私は間違いだと思っています。まあ、もちろん卓球っていうのは正解がないので、試合で勝てさえすれば何をやってもいいんですが、基本的には左足を前にして突っつきをやったりとかフォア前を取りに行くっていう時に、人間の体の構造としてちょっと無理が生じているんですね。左足を前にしてしまうとうまく打てないんですよ。フォア打ちとかフォアのドライブを打っていく時には左足前でもいいんですが、なんでフォアの突っつきをやる時には右足を前に出さなきゃいけないのかっていう理由があるんですね。その理由については過去の動画で紹介してありますので、そちらの動画を見ていただきたいと思います。ちょっとここでね、全部説明すると長くなりすぎてしまうので、そちらの動画をご覧ください。フォアの突っつきをやるときは必ず右足を前に出します。その方が打ちやすいはずです。で、フォア前に関してもですね、そもそも左足を前にしてったときにフォア前に手を伸ばそうとすると非常に体のバランスが悪くなってしまうんですよね。体の重心が前に行ってしまうので、左足を前にしてフォア前に手を伸ばした時点でもう手つきたくなっちゃうぐらい体の重心が不安定になります。そもそもバランスが悪いんですね。だから基本的にフォア前をやるときには、ストップをやるときにも、突っつきをしていくときも、フリックをやるときにも、基本的に台の中に右足を入れてですね、そして右足に体重を乗せながら打っていく。ストップをやるにしても、突っつきをやっていくにしても、フリックをやっていくにしても、右足に体重を乗っけてやっていく。ということはですね、基本的には右足軸になるわけですね。フリックをするときに右足に体重が乗っかってますので、右足に体重を乗っけたまま右足を軸にして、右足軸で回転させていくというのが基本になりますね。左足を前にして左足軸にしてフォア前なんかそもそも届かないし打ちづらいですよね。こうやって左足軸にしてしまうと、だから皆さんね、ぜひ YouTube ご覧になっているわけだから、フォアフリックって検索してみてください。卓球フォアクリックとかで検索すると、いろんな方々が、私よりもずっと上手い上級者の方々がフォアクリックの解説をしていますけども、私が見た限り、もう全員ですね、右足を台の中に入れ込んで打っていきましょうっていう解説しか見当たらないんですね。左足を前にして左足軸でフォアフリックしましょうなんて言ってる人は私は見たことがありません。だから特にね、初心者の方とか初級者の方、絶対気をつけてほしいのはですね、
卓球のコーチとか卓球の先生なんて誰でもできるんですよ。特にライセンスとか資格なんかないわけですよね。まあ、もちろん指導員の資格みたいなのあるにはあるかもしれないけど、でもなきゃできないっていうわけじゃなくって、誰かが誰かに教えていればもうそれでコーチだし指導者だし先生なわけですよね。だから卓球を始めたばっかりの初心者の方から見たらですね、卓球を10年も20年もやってるベテランの初級者の方ってなると、わあお上手ですねとかってなりがちなんですよね。そりゃ10年も20年もやってたらそりゃ上手くなるに決まってるわけですよね。だけどじゃあその指導してる方ってどのレベルで上手いんですかって話ですよね。私は公民館とかでこうやって左足前にして打ちましょうとかって教えちゃってる人は、その先生自体が初級者だと思います。おそらく試合に出たら全然勝てなくって、選手としての実績が全くない人が間違ったことを教えちゃっているっていうパターンかなと思います。だから特に皆さん YouTube を見てるわけだから、そんな街中の公民館で教えてるような先生よりもですね、 YouTube で解説している上級者の選手とかプロ選手とかっていっぱいいるわけだから、できるだけね、やっぱり上手い人の話を参考にした方がいいと思います。初心者から見たら初級者でも上手く見えちゃうんだけど、でもおそらくこういうことを教えてしまってる人っていうのは選手としての実績はないと思います。ただ単に公民館でボランティアとかで教えているだけの人だと思いますので、誰かに指導を教わるのであってもですね、ちゃんとその相手を選びましょう。ある程度実績のある人から教わらないと、間違ったことを平気で教えてる人はたくさんいますので、特にその教えてる人自身がさほど上手くない人、初級者の人が教えているパターンっていうのは気をつけた方がいいです。私から見ても、まあ、全然おかしなこと言ってるなってことがいっぱいありますので、初級者が初級者に教えちゃってるパターンっていうのはあんまり参考にしない方がいいです。それよりももう YouTube 見てください。もう普通に全国レベルの上手い人たちが YouTube でフォアクイックなんていっぱい解説してますので、そんな街中の公民館で教えてる人よりもよっぽど YouTube 見た方が参考になりますので、まあもちろんね、その先生が実際にどのぐらいの先生なのかは分かりませんけども、私はフォアフリックをやるときに左足を前にして左足軸で打ちましょうなんて言ってる人は見たことがないし聞いたことがないんですよね。だからおそらくその程度の初級者の人が初級者に教えちゃってるパターンだろうなと推測します。医者もピンキリですし、政治家もピンキリだし、先生もピンキリだし、コーチもピンキリです。なるべく上手い人の話を参考にした方がいいです。で、クラブの先生は必ず右足を台の中に入れて打ちなさいと言われるってことは、クラブの先生の方が多分実績がある先生だと思います。選手としてきちんと実績があればですね、台の中に右足を入れてフォア前に対処するっていうのは当たり前のことなんですね。当たり前の常識なので、公民館の先生よりもおそらくクラブの先生の方が選手としての実績があると思います。やっぱ何を教えるにしてもですね、技術を教えるっていうことはお勉強じゃないんですね。お勉強であれば知識をそのまま人に伝えればいいだけなんですけど、技術っていうのはやっぱり自分にしか感じられないこの感覚とかね、実際やってみないとわからない、言語化できないような体感っていうものがあるんですよ。だから理論とか理屈であれば人から聞いたのをそのまま言えばいいだけなんですけどね。だけど技術を人に教えるっていうことは、やっぱりその人自身がある程度できていないことは教えられないと私は思っているんですね。だから私も上級者の選手ではないからこそ、初級者専門のレッスンコーチとして活動してるわけですね。私の考えでは自分ができてもいない技術を人に教えることはできないと思ってるんですね。だからあくまでも私は生徒さんに教えるときには自分ができることしか教えられないですね。だから中級者以上のもっとレベルの高い人はもっとレベルの高いコーチに教わってくださいと、私にはその世界わからないからっていうふうに言っちゃいます。特に初心者の方はもう全然何もかもがわからないと思うので、誰が上手くて誰が上手くないかとかもわからないと思うんですよね。だから初心者の方が初級者に教わりたがっちゃうこともあるんですが、これは非常に危険ですので、このチャンネルでも何回も言ってますけども、
きちんと教わる相手を選んでください。じゃないと間違ったことを教えられちゃいますので、より下手な方向に行っちゃいますので、後々それを治さなきゃいけないとかっていう治療が必要になってきちゃうので、手術が必要になってきちゃうので、なるべく初心者のうちからある程度の実績のあるコーチに教わってください。どちらの足が前でもいいのですが、打つ足は右足か左足体重か両足体重、またどんな体型で打つのか分からなくてなりましたってことなんですけども、まあどちらの足がっていうことはもう結論言ってしまいましたけども、右足を台の中に入れて右足に体重を乗っけながら右足軸で打っていく、ストップする時も右足に体重を乗っけてしっかり体のバランスを支えながら打っていく、そして突っつきをやる時は私は踏み込みながら体重を乗っけながら、まあこれは突っつきを普通にフォアの突っつきをやる時もそうなんですけど、長い球に対しても右足前に出して右足に体重を乗っけながら体重を乗っけながら突っつきをしていく、なので短いのも同じですね、右足前にして右足に踏み込みながら体重を乗っけていく。そしてフリックをしたりとか台上ドライブをしたりとかって攻撃するときには、これはねいろんな考え方があります。結構トップ選手が言われているのはですね、まず先に台の中になるべく早く入ってなるべく体とボールを近い場所で顔を近づけたような状態でここの前腕をうまく使ってフリックしていきましょうとかっていう、そういう人が多いんですけども、私自身はですねあんまりこの先に入ってから手で打つっていうこの動作が私自身は結構苦手で、やっぱり打つ時にはですね体重をしっかり乗せていきたいんですよ、球に乗っけていきたいんですよ、こういう風に。だから私は先に入ってから手で打つっていうよりも、ある程度入っておきながら打つ瞬間にしっかりこう体重を右足に踏み込んでいきたいんですよね。だから先に入ってから手で打つっていうよりは、入りながら打つときにこうこういう感じですね、入りながら打つっていう感じのイメージですね。でそしてフォア前を処理した後って必ず戻んなきゃいけないので、入りながら打ってそのまま戻ってくるっていうイメージで私はやっています。ある程度近づきながらで打つ瞬間にさらに踏み込んで打って、その打った反応で戻ってくるっていうイメージです。おそらくですね、先に入ってから待ち構えて手で打つっていうことは、ある程度手の力がねパワーがないとスイングスピードとか出ないと思いますので、私は全然体力ないので踏み込みながら打っていかないといい球が打てないんですよね。手の力が弱いから体重を乗せていかないといい球が打てないので、先に入ってから手で打つっていうのは私はちょっと難しいなと思ってます。でどんな体型で打つのかっていう、まあおそらく体勢のことだと思いますけども、これもいろんな考え方があって、なるべく近いところで顔の近くで打つっていう人もいればですね、むしろある程度距離を取って手を伸ばした状態で肩を回しながら打つっていう、そういうパターンもありますので、どんな体勢で打てばいいのかっていうのはこれはね人それぞれなんですね。だからとりあえず近くで打ってみるパターンとか、ちょっと離れて手を伸ばした状態で打ってみるパターンとかですね、いろいろ試してみてください。そしておそらく今ね左足を前に出しなさいって言われてるから、多分打っててもすごく打ちづらいだろうし、この体勢ってだからよく分かんなくなっちゃってると思うんですけども、もう完全に右足前で台の中に足を入れて、クラブの先生の言ってることが私は正しいと思うので、台の中に足を入れてこれでフリックの練習をしていくと、右足に体重乗っけながら右足軸で打っていくっていう、まず一つのね疑問点が取れると思うんですよね。左足前にしないよっていう、そこの迷いが今あると思うんですけども、それはやめた方がいいと思います。
だから申し訳ないけど、こういうこと言ってる公民館の先生の言うことは信用しない方がいいですね。おそらくこういう先生って他にもいろいろと間違ったことを多分平気で教えてると思うので、多分おそらくですけども初級者の人がボランティアで教えているパターンだと思います。だからどちらかといえば絶対クラブの先生の言うことを信用した方がいいと思いますので。で、当然ですけど左足を前にしてしまうとどちらの足にも軸がなくなり打てませんっていうのはね、これは当たり前のことでですね、左足前になんかしてこうやってやろうとしたらそんな軸なんか作れるわけがないですよね。ある程度卓球っていうのは重心をボールの近くに置いておかないとボールに対して体重を乗っけたいわけだから、左足のこんな遠いところにね体重を乗っけたままこんなことやったって、左足軸とかってやったってそんなどっちにも軸がなくて打てなくなるのは当たり前なんですよね。だからきちんと右足を台の中に入れて右足を軸にして右足に体重を乗っけながら打っていく、きちんと右足に軸を作りながら打ってみてください。で、あとですね、フォア前に来たボールを対処する場合には必ず右足を台の中に入れ込んで、なるべくボールの近くに寄っていったりとかして、ここでストップもツッツキもフリックも全部やりますけども、なるべくその時に動作としてストップをやる時もツッツキをやる時もフリックをやる時もなるべく同じ動きにした方がいいんですね。フリックをやる時も最初からこうやってフリックしに行くんじゃなくって、なるべくある程度ストップもできるし、ツッツキもできるし、フリックもできるっていう、こういう入り方をした方がいいですね。ラケットを上に向けながら、ある程度球の下にラケットを持っていくようなイメージで、ここからフリックしていく。そうすることによってですね、ストップやるときも、ツッツキやるときも、フリックやるときも、ここまで同じ入りになるわけですよね。そうすることによって、相手としては何が来るか分かんなくなるんですよね。ストップはこうで、ツッツキはこうだけど、フリックやるときだけ左足軸にして、左足前に出してこんなことやってたら、もう左足前に出た時点で相手は、あ、もう打ってくるなってバレちゃうじゃないですか。なるべく相手にバレない方がいいので、ストップもツッツキもフリックも同じように入っていく。そうすると、打つ瞬間まで相手がわかりません。このわかんないところからストップをして、わかんないところからツッツキを長めにしていったりとか、ストップをするのと同じ入りでフリックしていったりとかってすることによって相手の反応が一瞬遅れますので、何をやるにしても同じ入りでこの入りから打っていったりとかストップしたりとかっていうことが大事になります。で、何回も言ってしまいますけど、卓球は試合に勝てさえすれば特に何がベストかっていうのはありませんので、あくまでもいろんな人のいろんなやり方がある中で自分に合う方法を探してみてください。で、その自分に合う方法を探す中でもどれがベストかっていう考え方では私はあんまり良くないと思ってるんですね。そういう考え方じゃなくて、いろんな打ち方を多彩にできるやり方っていうのを考えた方がいいと思います。だからフリックに関してもですね、いろんな方法がたくさんありますので、それをその場面場面ごとに使い分けることが大事なんですよね。どれか一つしかフリックのやり方をできない人っていうのは、もう相手からすれば、もうフリックをするってなったらもう何が来るかバレちゃうわけなんですよね。慣れてきちゃうわけです、相手も。じゃなくって、同じフォア前の攻撃をしていくにしても、フリックをしてみたり、台上ドライブをしてみたり、体の近いところで打ってみたり、むしろ遠く肩を中心に打ってみたり、回転をかけたりミートしてったり、とにかくいろんなことを多彩にやれることによって相手からしたら何をされるか分かんなくなるんですね。だからフォア前の攻撃パターンについてもですね、この一つの技術だけで何種類もやり方を持っていた方が後々に試合に有利になってきますので、何がベストじゃなくってこれもありだしこれもあり、台上ドライブもありだしミート打ちもありだしみたいな、とにかくいろんなことを多彩にできるように考えてみてください。これは
フォア前のフリックだけではありません。何をやるにしても答えは一つじゃないってことですね。なるべく一つの技術に対して何パターンか引き出しを持っておいてください。そういう考え方をしてください。でちょっとね、ここまでの説明かなり長くなってしまったんですけど、実際にやっていきますね。